ありがとうね。うん、めちゃくちゃ可愛いと思ってたの。嘘。今日はちょっと日のね、個人的には漏れてない日なんで、そうピエンだったんでね、みんながそう言ってくれるととても嬉しいでございます。今日20時間テレビのイベント行ったよ、ひなちゃんに会いたかったって。ね、ひなちゃんもね、体が2つあったらね、24時間テレビに出れたんですけど、そう、またね、いつかね、いつかまた次ね、呼ばれることがありましたらね、出たいなと思います。今日はね、アットジャムに出ましたんでね。そう、横浜におります。なので今横浜中華街にでも行こうかなと思ったんですけど、いや、ちょっと夜の待ちすぎるかと思ってやめました。イエーイって感じかなと思ってやめましたね。うん、ちょっとね、時間が時間、そう、時間が時間のもので、はい、優等生皆さん優等生だよ。うん、すっごく優等生だから私は。そう、まあ、優等生というかね、パリピが怖いっていうのがちょっとあるんですけど、はい、どうですかね、皆さんはパリピでしょうかね。夜何食べたの？だから夜はお弁当がね、ちょっと余ってたんで持って帰ってきて食べました。メールに送ったやつです。そう、メールに送ったやつ、なんか半分ぐらい、半分も食べてないぐらいだったんだけど、なんかさ、一応ラーメンも買って帰ったんだよね。ラーメン？違うな、沖縄そばみたいな、カップラーメンみたいなやつも買ってきたんだけど、なんかそれを食べる気には起きんかったね。さすがに罪悪感。ちょっとだけ食べたけど、豚丼みたいなやつ。そう、横浜なのに中華を食べない人ですね、あまりにも。怖いなみたいな感じで帰ってきました、すぐ。今日は、うん、中華街にパリピはいないかと。おえー、そうなの？中華街は治安いいんだ。治安悪いかと思ってた。うんうんうん、パリピに怯えるピア、パリピ怖いよ。うん、こんに、こんばんは、こんばんは。うん、怖い。完全に閉まってるお店は。そうね、もうこの時間だしね、開いてないんじゃないかな。うん、ひなちゃんが食べたいものは開いてないんじゃないかなってのもありますしね。スイーツは別腹では、マシュマロチョコレートマウンテンしました。なんか配信されてたんだけど、映ってたの時見てたのかな誰か。はじめまして、僕の友達学校女の子の推しメンということでチラ見してますって。嬉しい。たんちゃん、たんちゃん、ぜひ女の子と一緒にね、ひなちゃんに押しませんか。うん、ひなちゃんのこと一緒に押しませんか。そう、あとじゃ恒例のやつだよ、チョコレートマウンテンみたいなのはね。そう、久々に声聞いた、やばいくらい可愛い、ありがとう。うん、の配信見てない。あ、一緒じゃないんだ、やっぱり。どこで配信されてたんだろう、あのチョコレートマウンテンの配信は。押しまーす、押してね、ひやちゃんの。ニコニコしちゃう。そう、やられた、フフフ、ニコニコ。ホップのさ、この辺ニキビができそうなんだけど、
辛い。見てほら、ちょっとわかるでしょ。こう光に当たったら、ちょっとニキビができそう。いやー嫌すぎる。いやー、誰かこの進行を止めて。私の肌が生まれ、こんなとこにできたら本当に泣いちゃうんだけど。私さすがに泣いちゃう。うん、絶対に触るなっていうか、うん、若干わかる。これ、ね、光に当たったら若干わかるぐらいなんだけど、本当に嫌だ。もうどうした。うん、そう、今はね、まだね、そんなバレないと思うんだけど、うん、まあバレないかな、ギリギリバレないと思うんだけどやだー、うん、触らないようにします。やっちゃんの赤ちゃん肌がね、やっちゃんバブちゃんの肌してるのに、いや、うん、薬塗ってるのに、薬も飲んでるのに、あー今日薬も飲むの忘れるな。うん、忘れた、持ってくるの忘れた薬。やらかし、やばいやばい。薬を塗ってね、あと3日ぐらいで治したいな。東京のツアーまでには治したいな。うん、そう、ちゃんとニキビではないかな、多分治せる気がするんだよ、こんぐらいだったら。うん、今日もパックしてね、せいせいして、はい、直したいと思います。ああ、いやー嫌すぎる。うん、わかんないくらいだけど、ちょっとありす、なんかできそうなのがあるっての本当に嫌すぎる。いやー、ちょっと枕抱かないと落ち着かないの。私バブだ、完全にバブ。うん、そう、今日一人病なの。ひなちゃんの横空いてますよふふ、うん、近い、ひなちゃん距離感近いから、みんなといつもひっついてたいからね。うん、大阪追加公演も当たったので2日連続3公演で観光席からね、笑いました。3公演来てくれるの、ありがとう。いっぱいひなちゃんの写真だらけになっちゃうね。キュンキュンひなちゃんになっちゃうね。あ、マイク触ってるかも、ごめんごめん、気づかんなかった。こっちがマイクか、左手で持たんといけない。左手で持つのなんか嫌だな、ちょっと一回ぐるんってなってもいい。いや、なんかこっちのなんか違うしな。こうしよう、こうしよう、ごめんごめん、なんかぐるぐるしちゃってすいません。はじめまして。あら、はじめまして、やっとひなちゃんと言います。よかったら押してください。まさか参考やと言いました。みんな、まさかそんな来てくれるの？ありがとうね。好き。声通りが良くなった。良かった。そう。手持ちなのか。そうなの。手持ち、今日はね、泊まりなのでね、ちょっと持ってきてないのでね、ちょっと魔法スタンドさん。今日、美女が悪いんだけどさ。なんか可愛いって言ってくれるから可愛い気がしてきたよ。これいらないか。ここの横毛の量がいつも決まらないんだよね。こんぐらい。横毛。うん。まつげはね、バシバシ。でも右がね、調子悪いんだよね。うん、まつげ。
みんなが可愛いって言ってくれるから嬉しい。めっちゃ可愛いの。ありがとう。役割の広さに負けないくらい可愛かった。ちっ嬉しい。あ、そういえば今日はね、このお洋服、ま、T シャツかな、 T シャツみたいなやつ着てるんですけど、これミーヒンとお揃いでね、あの朝ね、ミーヒンとこう合流した時にミーヒンもこれの黒着てたの。だから運命。そうでね、あとじゃ終わりにこれに着替えてたら、サラピが私もこれの水色持ってますよって言ってて、じゃあヒナとミーヒンとサラピで着ようよってなりました。そうミーヒンとね、これは一緒に買いに行ったんだけど、サラピは一緒にね買いに行ってないけど、まさか水色持ってるらしいです。これやばいよね。チャートリ三つ子できちゃうよこりゃ。うん、三つ子コーデだよ。双子コーデじゃなくて俺も買うか。これグレールじゃったっけ、グレールじゃないわ、なんだっけ、イングだ、イングで買いました。お値段がとっても良心的なね、イングさんに、この完全にレッスン着買いましたね。かわいい、かわいいでしょこれね。これ実はね、ウエストがこうなってるんですよ、ギュンって。なのでお腹鳴ったお腹見せてる時のお腹鳴るの恥ずかしすぎるけど、なんなん本当に、もうお腹にね怒りつつ、そうお腹がねチラッと見えるぐらいのレッスン着になっておりますっていうのを言いたかったんだけど、音楽が鳴っちゃいましたおもろって、おもろ、お腹鳴っちゃったの、おもろ、お腹減ってないよ大丈夫だよ。へそ NG のスティーブ、でも本当にねそんな見えないよ。そう、もうこれを多分限界までここの部分をね絞ったらもうお腹見えちゃうと思うんだけど、常にね。でもなんかそんな絞ってないから、多分大丈夫、大丈夫ね。手分だからお腹冷えないか心配で、大丈夫だよ、お布団かけて寝るし、常にお腹出すわけじゃないし。そう、やつはもう秋服チェックしてる。実は秋服買いました、私届きました、しかも昨日ぐらい届いて見てた。あざとい、なんだっけ、カーディガンだ、あざといカーディガン、ベージュのなんか袖がぽよってなってるあざといカーディガンと、なんかチェックのブラウンの丈が膝を若干上ぐらいの丈の、膝上だな、膝上のあざといね、リボンがついてるね、ワンピースと、あと何買ったっけな、なんかあともう一個ぐらい買った気がするんで、何だったっけな、あ、そう、ワンピース買いました、ニットワンピ、私ニットワンピ結構好きなんですけど、それもまたねあざといねやつを買いました。ここがねこうリボンになってるので、ちょっとなんかこうちょくちょく肌散らされている、はい、ニットワンピを買いました。秋服がねセールでになってるんですよね、なってたんですよね、そうなってるんですよ。
なってたんですよ。秋服がセール大好きマンなのでね、私はちょっと、あ、じゃあ今のうちにね、もうどうせ着るようになるし、うん、だってもう8月終わっちゃうからね、もうどうせ着るようになっちゃうし、買っとこうと思って、そう、新作なのにセールしてたから買っちゃいました。そう、秋服セールみたいな書いてあって、ええー、とね、逆、そう、これからのシーズンなのにセールとか神、本当にそう思って、やっぱ最近はね、私はあざとい王になったのでね、あざとい私服というものをね買っていこうかなと思っております。そう、割と自分の好きな服を買ってるんですけどね、うん、あざといお洋服を買っていこうかなと。ね、もう冬服とか秋服、秋服が並んでるかな。そうなの、そろそろおもちゃにプレゼントするお下がりの服、ダンボール箱1セット、2セット、3セットみたいなやる時期が来てる、そろそろももちゃんもね、迷惑ガラス受け取ってくれるんですよ。うん、優しいよね。うん、いい香りがすると嘘のせい。嬉しい、ひよちゃんの匂い。今年は10月まで暑いらしい。そうなの？熱々だね。うーん、妹ちゃん欲しがらないの。あのね、妹ちゃんをね欲しがる時もあるけど、大体のものは拒否られるんだよね。妹ちゃんはね、ひやちゃんみたいなプリ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 チーなお洋服がね、あんまり好きじゃないらしく、そう、旬だよね。サンキちゃんにも欲しいっていう子いるかな。ひやちゃんと同じぐらいの身長でいる、ひやちゃんみたいなプリプリプリチーお洋服好きな子いる。いたらあげるけど。プリプリプリチー、俺も欲しい。着るの？本当に着るの？本当に？ヤツの女性ファンがすごく喜びそう。あ、あげたい、あげたい。ヤツの女の子ファンにはあげたい。うん、ズボンタイプならワンちゃん。いや、ズボン全然買わないの。こないだのお話し会の時に買ってちょっとハマって、もう一個デニム増やしたよ。でもひなもうちょっと水色みたいなデニムを買ってね、ちょっとハマったんだよ。それでね、ちょっと濃いめのデニムを買いました、最近。そう、だから2個しか持ってないな、デニムは。やばい。スカートはね、もう500ぐらい持ってる。勢いで持ってるんだけど。スカート大好きマンなんだよね。てか、ひなちゃんなんかデニム似合わないんだよね。唯一似合うかもしれないなっていう形を選んで買ってるからね。そうなのよ。
服どうやって置いとるの？服はね、衣装部屋っていうのがあってね、その部屋にもう全部置いてますお店、お店、うん、お店やってるの私。そう、ふわり愛の時は衣装ですか？あれは私服です。そう、あの時のデニムと、もう一個の最近買った濃いめのデニムがあるんですよワンピーススカートめっちゃ似合うからしゃあない。そうなんや、いや、じゃあワンピースとスカートが似合っちゃうんだよな面白。うん、そろそろね、準備しないとね、いらない服を整理しないとね、いけないですけど、なんだかんだ私取っちゃうんですよね、服を。もしかしたらなんか使うかもしれないとか思って、うんうん、あるある。なんかアイドルやってるからさ、こんななんかいろんな服をさ、みんなに着せ、いろんな服を着たひなもみんなに見てもらいたい。そう、最近の購入頻度が待ってます秋服紹介しようか。じゃあまだちょっとあまり溜まってません。うん。衣装部屋紹介。整理整頓しないと。衣装部屋がやばい。穴が開く。ヤちゃん、ファッションショップ。眠ってる、眠ってる服もあるな、まだ。ひな、秋冬服がね、好きなんだよね秋冬服、春服も好きだな。秋冬春服好きだから夏好きじゃない夏好きじゃなくて笑うんだけど、うんそう、だってたまらないんだもん、可愛すぎるもん。うん、夏が泣くわ夏涙目で申し訳ないんだけど、そうだってな、ね、夏はね、なんかさ、暑いからさ、むなんか脱ぎたいけど、でも脱ぐにも範囲があってなんかやっぱモコってしてるのに、萌え袖とかなんかね、ふわっとしてる服とかがやっぱ好きだから私、それを着たいってなると夏じゃ暑いのよ、もう信じられないぐらいね、うんそうね、そうなのよ。だからやっぱね、長袖ってね、やっぱこう燃え袖してたいんだと思った。でも私は一生燃え袖してないかもな。うん。でも私今でもね、あれ UV カットパーカー着てるから常にね、袖がある状態を過ごしてます。己の肌の白さを守るため。うん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 、何それ素敵なちゃんの式。やっぱモコモコふわふわフリフリ
うん、してる。服をひなも着るのが好きなので、そう言ってくれるのは嬉しいでございますよ。そう、日焼け止めなくていいしね。そうなんだよね、うん、肌が焼けちゃってってなっちゃうからね。半袖着てたらね、うん、そう、日焼け対策めっちゃしてそう。帽子かぶるし、マスクするし、 UV カットパーカー着るし、日傘さすから、私変人なんだよね。変人だよ、変人、うん、変人です。はい、広島だと目立ってんのかな、どうだろう、うん、怪しいから目立ってるのかもしれないけど、でもすっごいオーラ消してるからな、私はこんな感じ。うんうん、鬼並みに太陽に当て、鬼だと思う、本当に本当にね、紫外線に会いたくなさすぎる。待って、それに、ちょっと待って、充電ないって言われちゃった。入れてなかった充電。汗。そう、サングラスもしたらやばいね。けどサングラス似合わんけんでさ、サングラスはせんのいいけど。でもサングラスが似合っとったら多分サングラスもしとったんだろう。うん。めっちゃ太陽から逃げて生活してる。でもやっぱ遊びに行く時とかは日傘だけにしたりする。あ、でも UV カットパーカーはさすがにいるけど、たまに日傘か UV カットパーカーどっちかにするかも。どっちもする時もあるけど、遊びに行く時はそんな感じにしてるかな。なんか今日みたいな、こんな感じのラフなレッスンですみたいなね時はもう UV カットパーカー、帽子、マスク、日傘。うん、そうなの、お肌の白さのチャームポイント、そういうことです。ゆうちゃんはなんかこうみんなに白いよねって思ってほしいからね。赤ちゃん、赤ちゃん肌だよねって。大変なんて、でもなんかもう癖づいちゃってるからね、大変じゃないよ全然。うん、次本当に綺麗、マツプしてるからね。マスクは種類によっては負けて鼻が赤くなって痛くなる。負けマスク。そうね、習慣になったらね苦じゃなくなりますから、人は。人は習慣になれば苦じゃないので、ね、いや、じゃあ苦でやってませんよ、日焼け対策。インク上手、反対もできるよ。ピンクは得意。
最近一切マスクしなくなっ なくなったそっか、でももうねマスクいらないからね。あとすっぴんの時以外はマスクしてないかもな人混みとかはマスクしてるかもな。でもそうだね。やっぱひなちゃんアイドルだからさ、マスクしますよ急に芸能人ぶり外れてしまった。ウィンク助かる。パチ、マスクしてる人減ってきたね。ねえ、だいぶ減りましたね。ウィンクどっちの目が得意？右目を閉じる方が得意です。隠せないオーラをマスクで包み込む、そういうこと。オーラバリバリ出ちゃうからね。芸能人ムルナ。うん。おつびよーっておつびよー。やさみの君は完璧で究極のアイドルって歌詞、やさみぴったりの言葉だと思うって。嬉しい。アイちゃんポーズ。病院はさすがにね、マスク変わらんといけんやろ。どんな時でも、コロナがなかったとしても。うん。明るい、暑すぎてマスクできないは本当にわかる。もう本当にわかる。とってもわかる。息苦しいみたいな。ふぅみたいな。わかる。うん。ふぅってなるよね。他の配信見に行ってたひなちゃん可愛いエピソード出てて燃えた。嬉しい。ノート話してたのか話して話して、今ここに住んで話して。うん、体の前からねじマスクしてた。でもひなちゃんも中学1、2年生、3年生とかもでき、うん、ひなちゃん受けを戻すときに戻し忘れてあわあわしてたの可愛かったです。本当に恥ずかしい。もうあのね、それにはね深い事情があるんですよ。ちょっと一回マスクの話は覚えとくからね、後でやるか。そう、あのサングラスデイズの時にみんな浮き輪とか小道具持ってるんですよ。サングラス持ってる人もいるし、なんか水鉄砲持ってる人もいるし、なんかボール持ってる人もいるんですけど、それでララ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 ラの時に返しに行くんですけど、その日みちゅーからひよこをもらってそう返しに行くみたいな感じになったんですね。初めて、そう初めてなったけん、よしみちゅーにひよこもらったぞと思って、よし返すぞと思って返したら、ひなが持ってた浮き輪を返すの忘れてた。ひよこに、みちからもらったひよこに夢中すぎて返し忘れてた自分の浮き輪。こんなでっかいの持ってたのに浮き輪みちからもらったひよこに、ひよこを返すっていうことに集中しすぎて自分のでっかい浮き輪を忘れてました。で、ああってなって返しに行ってっていうのをリハーサルでやってました。はい。
ね、でもリハーサルなんでね、ツアー本番ではやってませんね。はい。あわあわ。焦った。あれは焦ったね、確かに。そう。あわあわしてました。ね。それが可愛かったって言ってたの。ちょっとバカにしてるな。一個のことに集中するともう一個のことができないんですよね、私本当に本当にやばいの。なんか一個のことを思って、その一個のことを思っとって、でまた次思ったことがなかった、その前のことを忘れて、でその次またなんか何だったっけなと思って思い出したら、その一個のことを忘れるんですよ無限ループなの、私の頭の中はいつも、え、あれってなるの。生きづらい急な悩み急な悩み、生きづらいピエン。そう、集中力高すぎる。一個、いや集中力が高くないよね、別に。なんか他のこといろいろ思っちゃうもんねそれまでいろいろ思っちゃうからできないんで、そうそう、本当にダメなんだよね私。そうなの。なんかもう一個のことしか考えんでいい感じだったらいいんだけどさ、なんかもう一個のことを考えないといけなくなる時あるじゃん。そう、その道からもらったひよこを戻すっていうのと、ひながいつもやってる、ひなが持ってる毛を戻すっていうのを完全に忘れちゃうの。だからそう一個のこと大集中しちゃうんですよ、もう本当に怖い。自分が怖いです。そう、いつもと同じことだったら忘れない。そう、いつもやってることは忘れないもん、本当に。そのやだけは大丈夫。うん、一個新しいのが入ったと、一個やらないといけないことがある、なんか増えたってなると、もう本当に何だか、何が何だか嵐健さんいらっしゃいませ。でね、そう、体は一つしかないから、一つのことしかできない、そうなの。料理はいろいろ複数のことできる。あ、でも割と一品作るのにわたわた精一杯かもしれもう一個やろうってなったらなんか大変なの、私の頭の中が大渋滞が起きてる。うん、いた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 ってなってそう、うん、だから一個作り終えてもう一個作る方がすごいね、得意。うん、父の方が好き。うん、一気に作るみたいな感じじゃないかも私。うん、一個作った完成って感じそう、うん、食材はとりあえず一気に切れるんだよ。どうやって切ったらいいか考えれるじゃん、それは。食材はとりあえず一気に切れるけど、その後の調理方法とかは割と一個作った完成って感じかも。うん、ね、うん、え、そう、そう考えたらお菓子作りは本当に一個のことに集中できるからすごい好き。お菓子作りの方が好き、やるなら料理を作るよりもお菓子を作る方が好き、可愛いし。うん、あたさまごきげんよう、今日もお疲れ様でした、ごきげんよう。
でも一気にさまとめてバーって進行できる人っているじゃん、いっぱいね。わ、本当にすごいと思ってる、尊敬。うん、本当にすごい、自分に自信を持ってほしい。でもヒロみたいにとりあえず一個のことしかできないよっていう人も、でも一個のことができるならそれでいいじゃんって思う。うん。ね。そう。うんうん。星タスクになってるけど、みんなマルチタスクって言ってるのかな、多分。そう、マルチタスクはね大変ですよ。うん、部活にメモることを重視してる。メモってやることをメモメモみたいなってことだよね。ひやちゃんの怖いところはさ、そのメモるっていうのはさ、一個のタスクになるからさ、忘れちゃうんだよね。え、うん、メモるっていうことを忘れちゃうんだよね。怖いでしょ。え、みたいな。え、メモってないじゃんみたいな。何するんだっけ。頭の中で、あ、これメモろうって思っていても、なんかいろいろなことを読してたら、え、みたいな。あれ、メモった気でいたけど、メモってないじゃんね、みたいな。そう。もうメモも一つのタスクに入るので、私はできません。メモったらいいじゃんって言われるけどさ、そこまでがタスクなんだよ。そうなの。ね、ましてメモ忘れる、それもあるしね。メモしとること忘れる、それもある。うん、なかなかね、書くっていうことをね、しないからさ、メモすると。まあとにかくね、みんなはね、生きてて偉いってことですよ。そう、生きてて偉いね、仕事して偉いね、勉強して偉いね、楽しんで生きてほしい。うん。一つ一つ通していくのが一番ですわ。そうだね。一歩一歩が人生なんでね。うんうんうん。うん、でも生きててない。うん、ありがとう。割と本当にみんなに生きられてる。喉が生かされてる。うん、からね、やつに生かされてるとかあります。やつはみんなに生かされてるところはね、本当に、うん、たまらない。みんながいない世界なんてたまらないからね。うん。例えばさ、あのマスクの話もあるんだけど、私中1から13のアイドル入るぐらいまで本当に毎日マスクしてたの。なんでマスクをしてたかっていうと、いや、小5、6年生の時からかもしれないんだよ。なんか本当にずっとマスクしてたんだけど、なんでマスクをしてたかっていうと、
なんか自分の顔を他人に見られるのが嫌で、なんかそう自分の顔がそんな好きじゃなかったから、そうなんかこう自分の顔っていうものを他人に見られるのが嫌だったの、本当に心の底から嫌だった。そうそう、顔を見られるの恐怖症みたいなのだったから、もう本当にずっとマスクしてたんだけど、風邪ひいてなくても。そう、うん、アイドルになる前の話なんだけどね、そうこう目を見て話すとかいうのもね、あんまりできなかったのし、なんかこう、うーってなっちゃってね、できなかったんだけどでも、そう、ね、そうなの、ね、最近の子がね、そうなってるっていうのを聞いて、私はわかるって本当に思うの。あの、一回そのマスクをつけるっていうのを習慣づけしたらすごい楽なの。人に自分の顔を全部見られないっていうのがね、すごい楽なの。なんかもう、そう、すごい楽なのとにかく楽なんですよね、それが。そう、一回そうなったらね、抜け出せないと思う。うん、今も抜け出せなかったからね、すっごいわかるんだけど、うん、そう、他人に自分のこう顔のステート見せないっていうのはすごい楽なんですね。うん、だからそう、今のね、小中学生の子たちはね、うん、そうなっちゃう気持ちすごいわかるんですけど、でもやっぱりね、うん、マスク外した方がいいと思う。やっぱ口でさ、その表情って決まると思うんだよ。やっぱさ、マスクでこう見えてない、その口がさ、どうなってるか分かんないじゃんか。どれだけ違う、こうニコ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 みたいな顔しててもさ、口がマスクしたらさ、そのもらってないかもしれないじゃん。やっぱ歯を見せてはね、笑顔っていうことはとても大事なの。とても相手に好印象を与えるものなのだなって言ってすごい思いますので、うん、そうだからね、うん、そう、人と顔を合わせるっていうのはね、大事です。マスク越しではなく、うん、自信を持ってください。そう、マスクしたら笑顔つけやすい。そうだね、そうなんだけど、ちゃんとニコニコしてた方がいいよ。やちゃん自信持ってね、毎日かわいい、ありがとう。今日なんだか顔が燃えなくて自信がなかったんで、ちょっとでもなんか犬が今日かわいいよって、今日かわいかったよって言ってくれるから、なんか自信持ってる。うみんなに生かされてるよ。いや、かしんさん、ねえ、マスクありがとう、キラキラ。ねえ、マスク美人とかね、本当にね、その言葉作ったやつを私はどうしてやろうかと思う。信じられない、うん、本当に。どうしてやろうか。ね、笑顔って誰がさ、笑顔しても可愛いしね、素敵だと思いますよ、本当に。どうしてやろうか、人は見えないものを想像するらしい。そうなんだよね、想像上で顔作っちゃうからダメなんだよ、ね、
そりゃね、作っちゃうかもしれませんけどね。うん。ひよちゃんが常にこういう感じの状態で配信してたら、みんなどんな鼻と口を予想するの？想像できた、みんな。ひよちゃんの鼻と口、想像できた、みんな今。じゃあ行くよ、撮るよ。キラーあら、予想よりも可愛い知ってるし知ってるか、知ってたかバレてたか。エコも可愛いエコもあるの、そう、ここだけね、こっちにはないんだよね、こっちにだけあるんだよね、エコは。キラーン。ここにさ、エクボある人かわいいよね、ここ、わかる、ここ今なんか知らないけど、この下にあるんだけど、エクボがここにエクボある人かわいいよね。なぜか私下にあるんだけど、エクボ。例えば誰やろ、例えば STA ではおらんかもな、おるかな、ここに配る人。違う、このアイドルさん思い浮かんじゃってた今そう、あ、くるくるちゃん、ここにあった気がする、確かに、ほっぺのこの辺に、下じゃなくて、あれ、リオツさんここにあった気がする、確かに、あれあれ、下にあるエクボと上にあるエクボ、あれ、どっちだったか分かんなくなっちゃうね。ね、そう、このなんかほっぺっていうの、口横にエクボがある人かわいいよね。うん、めちゃくちゃ可愛くて一目惚れしましたって、嬉しい、ありがとうフォローしといてね、ねえ、みんなエクボあるの？みんなにはエクボあるんですか？フォローしましたって流れてきたありがとう、フォローしてくれて嬉しいでございます。うん、ほくろしかないもうないな、全然違う。うん、エクボないな、みんななんかエクボあるよって言ってる人いない、エクボないな、みんなエクボってなる人珍しいのかな、そうやって考えたらね。袋だと口元にやるとセクシー。私はね、この涙袋のこの辺にあの袋がある人はなんだかセクシーって思ってます。そう。フェイスラインめちゃくちゃ嬉しい。
そう、泣きぼくろっていうんだ。たまに書いたらそれ書いたことないんだよね。書いてみようかな。この辺にポンって。なっちゃん。見てみたい。マジか。お見せしようか。いつか。泣き袋ポンって。書いてみようかな。今何時だろう。よいしょ。時間が。テレビつけるの忘れてたから、見れないや。忘れちゃってた。おお、ちょうど。1時間なので、そろそろね。ランキング見たいと思いますよ。うん、いっぱい褒めてくれてありがとうね、みんな。ゆうちゃんのこと。ゆうちゃん、ゆうちゃん今日も顔面に自信がなかったけど、なんだかもう本当にゆうちゃんのことをみんな肯定してくれるから、本当にチュキって感じです。ゆうちゃんもみんなのことを肯定します。今日もすごい頑張って偉いね。オフの人も生きてるだけで偉いよ。よしよし。ゆうちゃんのことを好きでいてくれるってだけで本当に偉いからね。よしよし、よく頑張ったね。そう、自己肯定感上がった。みんなどう？上がった？あの会場で一番可愛かったよ。自己肯定感あげられてる私。うん、ワンワン犬のようにやっちゃったから。うん、僕いい子や。自己肯定感上がっとる。いい子だね。そうだよ、いい子なんだよ。明日からも生きていきます。明日も頑張るっていうのが偉いよ、本当に。うん、よしよし、よかった。みんなが上がったようでね。 100% 上がった。すごい充電マックス。ではでは。自己肯定感割り合ったところでランキングを読みます。10歳直樹流れ星さん、直樹さんのことが好きなそう。12位ヒロさん、ヒロさんのことが好きなそう。11位横綱さん、横綱さんのことが好きだそう。10位ステラさん、ステラさんのことが好きだそう。9位ユージンさん、ユージンさんのことが好きだそう。8位ユウキさん、ユウキさんのことが好きだそう。7位アツさん、アツさんのことが好きだそう。6位ハナちゃん、大好きだそう。チュー。5位ジョッキーさん、今日も好きだそう。皆さん楽しい、楽しい、絶対だよ。4位ドリーさん、あとじゃありがとう。飛んで振って楽しすぎたそう。うん、来てくれてありがとう。ちゃんと出てましたよ。ありがとうね。最後おばちゃん、後方から応援してたよって、ありがとう。本当にそう、ピンクと黄色のね、ペンライトをフリフリしてるの見えますか。嬉しいなぁ。2位わたかしんさん、あとじゃもうひろしか、渋谷も楽しい。ひなウィークだもんね、もういっぱいひろしに会えるね。待ってます。はい、渋谷もお待ちしております。そして1位がトロロパパーン、フテータンド坂道グループイコール機械さんです。ピオは横浜から地球を救う過去テーマが。そう、今日はね、24時間テレビチャリティーライブさんにはちょっと出演がね、あとゼロの方に出演したので見れなかったんですけど、応援してました。本当に山口メンバー頑張れと、地元山口盛り上げてくれと思い応援してました、本当に。はい。
ね、サンキちゃんたちも頑張ってくれてたと思います。ちょっと見れてはいませんが、きっと大丈夫。うん。そう、ということでね、本日もスペシャルギフトやコメントありがとうございます。本当に決めてない皆さんもありがとうございました。またね、配信するのでね、このルームフォローしてない人はフォローして、また次の配信も見に来てください。 Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。毎日ね、何かしらの投稿されてるのでね。ではでは、また会いましょう皆さん。今日も夜までありがとうね。ライブもアトジャム見てくれてね、来てくれた人も、配信で見てくれた人も、見えなかったけど応援パワーを送ってくれてた人もありがとう。またそう、この後はね、結構その渋谷のツアーに向けてレッスンとかバタバタしてるんですけど、一生懸命ね頑張るので、皆さんも毎日頑張ってください。うん、初めてひなちゃんのアクスト買ったよって、嬉しい、ありがとう。そう、ありがとうね。今日もではね、おつぴおでございました。また頑張ります。偉いね、頑張ってください。一緒に頑張っていきましょう。応援してるよ、ひなも応援してるよ。ではでは、おつぴおでした。またねー。